皆さんこんにちは。前回の予告通り設定を公開しようと思います。うぷ主がモバイル慣れしてない関係で主にコントローラーの設定となっています。その点だけご了承ください。ここの感度はあまり関係ないのでスキップします。では始めていきましょう。グラフィックとオーディオは視野角だけいじっています。私的には視野角は100がおすすめです。画質とフレームレートは推奨でプレイしてます。重たくて携帯が動きにくい方はこれを下げると快適にプレイできるようになります。私も携帯が燃えそうなくらい暑い時はいつもこれを下げてやってます。次は一番重要な感度の紹介に移ります。コントローラーの設定なんですけど、配置が変えられないボタンが多いのでデフォルトでやってます。変えられないボタンとしては、丸×は H類となってます。これを変えられないのは結構不便ですね。今後のアップデートに期待しようと思います。いやー、ジャンプボタンの変更くらいはしたかった。お次は移動スティックの設定ですね。これの設定は0をおすすめします。移動のディレイがなくなるのが一番のメリットですね。カーソル感度はお好みで大丈夫です。はい、では、メインの感度の紹介になります。結論から申し上げますと、ぶっちゃけそこまで大きく変える必要はないです。すいません、手が滑ってしまいました。ちなみに、マイナスのプラスのボタンも、1回押すと1メモリずつ変えることができます。本家より簡単に細かくできるんですよね。運営さん、逆輸入お願いします。はい、下の方の感度が AMG の感度ですね。高感度にしたかったのですが、下途端ジェットコースターに乗ってる気分になり諦めました。モバイル版で高くするのは正直おすすめしません。高感度の方が当たるかと思いきやそうでもありませんでしたし、エイムアシストが強いのでむしろ感度は低い方が良かったりするかもしれませんね。ここのスコープ感度に関してはデフォルトだと遅すぎたので少しだけ高くしてあります。ほんと少し上げるだけでとんでもなく速くなるから困ったものです。はい、では操作設定に入りましょう。これなんですけど、コントローラーを使うので必要なところだけ大きくしましょう。主に回復と漁る時の枠を大きくしてます。回復したい時に操作がごたつくことが稀にあるので、ここは一応大きくしてます。あとは漁る時の枠ですね。コントローラーよりもタッチで取った時の方が早い時があるので、正確に操作できるよう大きくしてます。にしてもこれは大きすぎなので、だいたい140くらいにしておいてください。あとはバックですね。いじり忘れてますけど、これも大きい方がいいです。後で直しとこう。はい、これで終了ではないです。まだもう一つ大切な設定が残っています。これ結構場所忘れてしまうんですよね。どこだったっけな。はい、見つけてきました。では皆さん、ゲームプレイを開いてください。ゲームプレイの中に拾うという欄があると思います。そこを開いてください。何やらうぷ主はもたついてますね。アイテムの横ですよ。はい、見つけれましたね。ここの設定をいじっていきたいと思います。アイテムの自動回収という欄なのですが、このように設定してください。バッテリーを4個、促進剤は0で大丈夫です。モバイル版はアイテムを自動で回収してくれるので、優先度の高いものを多く回収できるようにしときたいです。促進剤は必要な時に手動で取れば大丈夫ですから。先ほどちらっとダメージを受けた時にデスボックスを閉じる欄があったんですが、オフにしてたんですけど、やっぱりオンの方が良かったです。はい、話を戻しましょう。ここの軍需品なんですが、必ず一つは設定しておきましょう。投げ物のないバトロワなんてただのクソです。すみません、言い過ぎました。そのくらい重要なものですね。霊夢さんは使ってるとこ見たことありませんが。聞こえてるぞ。聞こえてましたか。てっきり今日はお休みなのかと。今日は有休ですよ。でも少しだけ覗きに来ました。部活動の顧問みたいですね。なかなか肝が冷えました。割と真面目にやってたじゃないですか。一応大体ですが、重要な部分は伝えることができました。うむ、ご苦労じゃった。できればちゃんとねぎらって欲しかったです。はい、今回の動画はこんな感じで終わりです。次回からかぶせないでくださいよ。一応私の回なんですが。いいじゃないか。ほら、次回予告しますよ。はあ、仕方ないですね。次回からチームデスマッチ限定のダブハンバッジを取っていきたいと思います。全キャラやる予定なので見てください。全キャラとはなかなか大きく出ましたね。では期待して待つとしましょう。短いですが今回はこれくらいで。動画のご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたのなら幸いです。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。これからも定期的に投稿し続けていくので、次回の動画もどうか見ていってください。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。